にどうするっていうをしたの。売ってくれたの。あそこでやる。フリマで売ってくれって言ったの。白樺に持って行ってもらおうと思ったんだって。ああ、やめよう。やめよう。止まれないっつうの。何したのこれ。事故か。事故、事故か。やばいやばいやばい。これ止まれないんだって普通のやつは。止まったかい。あ、止まったわ。やばい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 。あ、動いてるでしょ。いや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 。後ろのやつがよ。何したのこれ。ぶつかったんじゃないか。ぶつかったんじゃないか。はい、皆さんおはようございます。今日は12月の16日8時10分ぐらいですね。なんか先頭で中山峠、今下りなんですけどいや、ここカーブだからね、止まるに止まれないんだこれ。危ねえんだよこれな。いや、追突されるかもしれないいやいやいや、これ困ったもんだ。早くなんか復旧してくれればいいんだけど、全然進んでないからこれ今日はこれで終わりかもしれんな。お、動いたか。あ、動いた動いた。ちょっとあんまり、ちょっと間隔空いた方がいいよと。動いた動いた。あんまり詰めない、ちょっと開けて滑るから。やっと動いたぞ。ゆっくり入っちゃうよな。さっきあの黄色のパッカパッカあったから、あれが助けマンだと思うんだけど、ジャフだってこれ札幌から降ったらお前1時間以上かかるんだ。ゆっくりゆっくりから。来てるな。パトカーが来てるな。事故だったんじゃないか。事故。肝別だもん。人数いないもの。ここは肝別感覚なんだよ。南署でなくて。してたのしたら、本当にな。もう後方もなんか綺麗になったの。あ、引っ張ってってるか。引っ張ってるみたい。なんかどこでも光ってるの。どこでぶつかったの。事故だ。あれか、そっちで。ああバスとか、これか。バスいっぱい止まってるよ。ああ、それであれなんだ、一方通行だからこれ混んでるんだ。うん、これだ。これかい。うん、これだとああ、これ一方だから早くやれっつうの、このトルクサイクの処理遅いからこれ詰まるんだよ、これずっと。一方通行で止めてやるんだよ。